近日、中国の山東省や江蘇省などで、竹の開花現象が見られ話題になっています。中国の民間では、竹の開花は不吉な兆候とみなされています。4月27日、あるネットユーザーが江蘇省東大市不安珍で竹の花が咲いている珍しい光景をカメラに収めました。クリーム色の花が細い稲穂のように垂れ下がっており、一部の竹の葉はすでに枯れ始めています。 开花山東省の一部地域でも竹の開花現象が見られましたネットユーザーが投稿した画像から江蘇省供養市や山東省西南一帯で竹林の大規模な開花が見られました中国の民間では竹の花は不吉の象徴とされ竹の花が咲いたら早く引っ越しせよという言い伝えがあります 史書にも竹の花が咲くと災いが起きるとの記載があります。中国南部やインドなどでは竹の開花は干ばつや飢餓の前兆とみなされることが多く、開花後は竹が大量に枯れてしまうと言います。NTD ジャパンがお伝えしました。